巨人西舘さん、えぐい。また無失点だよ。えぐい。ホールドのザニャン。とはいえ酷使しすぎではなかろうか。先発やれていき。ほんまにコントロールいいし先発やれるよな絶対。ノーファンザ西舘。でもどっちがファンザなのかわからんし。変化球の精度もあるもんな。なんで中継ぎなん。岩手出身のピッチャーどうなってんだよ。来年は先発やるやろ。めっちゃ投げてる気がして心配。この前やばかったけどなんとかしのいだな。まあ巨人は先発困ってないし、今年の打点野球だと特にリリーフ重要やから、こういう役回りになるのも仕方ないね。新人をいけるか中継ぎやからきついか。リリーフで無双してるせいで、先発そらえたのにやらせてもらえないのほんとかわいそう。西舘また抑えてくれたのか。青木とオスナを三振に切ったスライダーがエグすぎ。ワルドナードと西舘良すぎる。安定してていいな。リリーフとして実績重ねて、プロの空気に慣れてから先発とかでいい。中軸に物怖じせず真っ向勝負してるの熱すぎるわ。